入門日とデビュー日を教えてください。はい、入門日は2019年の4月19日、そしてデビュー日は、同じく2019年の11月10日ですね。はい、練習生の頃の思い出を教えてください。まあ、練習生の頃は同じ入門テストを受けた正規がすごいなんかいろいろ競いとかできたんで、まあ、まずはその正規含め同期には負けたくないなっていう一心で、まあ、自分がとにかく一番最初にデビューするんだっていう気持ちを強く持って、誰にもいろんな面で負けないようにいろんなことを取り組んできたなという思いがあります。これからプロレスラーを目指す人たちにメッセージをお願いします。はい、まあ自分は基本的に道場から一歩も外に出ずにプロレスの技術を身につけましたし、まあ、この肉体も、得ることができたと思ってます。なのでプロレスラーを目指すにあたってこの環境は最高だと思ってるんで、ぜひこの TSEW の道場で一緒にプロレスラーになる夢を叶えましょう。お待ちしてます。中世の皆さん、 2AW の道場はリングやウェイトルームが完備しています。道場に住みながらいつでも練習できる環境が整っており、みるみる成長していきます。そして常設会場なので毎週試合があります。毎年後楽園ホールでの試合を開催しており、動物園やお城、野球場でも試合をしています。ここ 2AW で仲間と切磋琢磨し、先輩から多くを学び、計り知れないほどの経験を積みましょう。皆様の勇気ある一歩をお待ちしています。未来の 2AW 戦士待ってるぜー。